上開きのフラップ扉が途中で止まらず閉まってしまう場合は、フラップステイの向きが間違っている可能性があります。フラップステイの矢印が内向きになるようにアームを入れ替えてください。上開きは矢印が内向きに、下開きは矢印が外向きになるように正しくフラップステイを取り付けましょう。ステイのブレーキは六角レンチで調整します。時計回りに回すとブレーキが強くなり、反時計回りに回すとブレーキが弱くなります。